全国女子駅伝速報。地元京都、二立命館宇治高二人区間賞アンカー柳田にひなが猛追。皇后杯第41回全国都道府県対抗女子駅伝、日本陸連主催、京都新聞、NHK 共催、村田機械協賛が15日、たけびしスタジアム京都を発着点に行われ、3連覇を狙った地元の京都は2位に入った。京都は1区でトップと38秒差の12位と苦しいスタートだったが、4区山本優美、立命館宇治高志が区間賞の力走で2位まで順位を押し上げた。中盤は一旦順位を落としたが、全国高校駅伝区間賞の7区細谷愛子、立命館宇治高志が前回大会に続いて区間賞を獲得するなど、粘りのレース展開で5位でアンカー柳田にひな、ワコールへたすきをつないだ。競技人生で初の都王子となる柳田には、実業団に進んだ昨年に全日本実業団対抗女子駅伝5区8位と好走し、1万メートルなどで自己記録も更新。今回のレース前に、テレビで見て憧れていた大会。京都のユニフォームで走るのが楽しみ、と話していたように、優勝した大阪の松田瑞生、ダイハツに続く区間2位の力走を披露。3人をかわしてみせ、全体2位でフィニッシュした。スーパー中学生岡山のドルーリー・シュエーリ、15、17人抜き&区間新記録大阪が8年ぶりの優勝、都道府県女子駅伝。視覚皇后杯第41回全国都道府県対抗女子駅伝、15日たけびし京都スタジアム発着9区間42,195キロ。皇后杯第41回全国都道府県対抗女子駅伝が15日に京都で行われた。注目の全日本中学生陸上選手権1500メートルで優勝した岡山のドルーリー・シュエーリ、15鶴山中3年。が3区で17人抜きで区間新記録を達成した。大阪が2015年以来8年ぶり4度目の優勝を果たした。日本を代表するトップランナーから中学生まで、各カテゴリーの有力選手たちが故郷の襷をつなぐ1年に1度のオールスター駅伝となる。気温13摂氏、湿度 66%、 暖かい中でのスタートとなった1区6キロ。クイーンズ駅伝を走った実業団選手、群馬の岡本晴美、24ヤマダホールディングス、がレースを引っ張った。残り1キロ付近で新潟の小海洋、19第一生命グループ、がスパートを駆け引き離した。1区で新潟県政が初めての区間賞を取った。3区3キロは中学生区間。注目は全日本中学校陸上競技選手権大会1500メートルで優勝した岡山のドルーリー・シュエーリ、15鶴山中3年、33位でタスキを受け取るとトップスピードでレースに入り1キロ付近で6人抜き。終盤に入ってもスピードが落ちず17人抜きを達成。タイムもこれまで2013年の高松もチムセンビ、大阪区名女学院中、2019年南ヒューガ、千葉葛飾中の9分10秒を更新する9分2秒の区間新記録をマークした。9区10キロのアンカー勝負となった優勝争い、3位の大阪は世界陸上オレゴン大会女子マラソン代表の松田瑞生、27ダイハツ。がトップの福岡を7秒差で追いかける展開。神奈川のアンカー、クイーンズ駅伝で2区区間賞を取り優勝を果たした資生堂の佐藤誠陽、25もトップに追いつき4チームの戦いになった。3キロ付近で大阪の松田と神奈川の佐藤がスピードを上げ一気に抜け出した。5キロの中間地点で大阪の松田がギアを上げロングスパートの体勢に入った。完璧なレース展開で大阪の松田が逃げ切り、大阪が2015年以来、8年ぶり4度目の優勝を果たした。都道府県女子駅伝順位、優勝大阪2時間15分48秒、2位京都2時間16分37秒、3位福岡2時間16分47秒、4位神奈川2時間16分49秒、5位東京2時間17分13秒、
6位千葉2時間17分39秒、7位鹿児島2時間18分39秒、8位愛知2時間18分47秒、9位兵庫2時間19分12秒、10位球場2時間19分32秒、